例の騒ぎで道路が空いてるんだよ。幹線道路もあんまり渋滞してないのね。で違法駐車なんかも比較的少ないもんだから、自転車では走りやすいんですよ。でこうシャーっとこう走ってるじゃん。なんかネズミ捕りいっぱいやってるな。<laughs> ここぞとばかりに警察は金儲けやってるよ。 まあ大してもかんないんだろうけどねあれは儲かる儲からないじゃなくてきっとノルマをこんだけ達成しましたっていう実績を先輩たちに言いたいんだろう、ね、先輩たちっていうのは要はあの天下りしてる人たち自分たちの先輩たちにこんだけ件数揃えましたからっていうふうにえ言うのにあべこのコロナ騒ぎが便利だなってんでやってるんでしょうけどねだから警察もコロナに便乗ですよ。あの道路がすいて車飛ばすようになったからさ飛ばしたらあのネズミ捕りで捕まえやすいじゃない コロナで道路が空いたから制限速度上が上ってるわけじゃないからさ制限速度は今までのままで,で走りやすくて安全になってあの安全に飛ばせるようになったら今度はネズミ捕りという <laughs> 警察もさ「今だー!」てか思ってんだよきっと「今儲けろ!」みたいな、ね、でこれ騒ぎが収まって平均速度が落っこっちゃうとなかなか批判してくれないから今だったら違反車両が多いから「今やっちゃえ」みたいな感じだな。 臨場法はあのね民間だけじゃないですよあの公の世界でも臨臨場はあるということですで、えー、結局、えー、皆さんあのどういうふうにお過ごしですか私はですねこれこの騒ぎであのちょっと時間があって何やってたかっていうと例えばですねじっくりこのワインをた楽しんだりこれはあの。 このするっていうのをね。10本セット私買ったのね。これ、自転車マークのやつねで安いんですよ。1本1000円もしないのかな？でこれこれでもあの十分あの楽しいですね。これはチリワインです。あの普通に私は amazon で買ったのかな？あと、好きなの？は私はカルフォルニアワインなんですけどね。だからこう,こういうのじっくり楽しんでみるっていうのも。 いいいと思いますあの休みの日がちゃんと休めるようになってそれであの昼間からワインを開けてみたいなことをやるようになったんでちょあとはねうんとちょっと普段じっくり勉強できないようなこと「無とは何か」とかさ <laughs> でまあこれはあのニュートン別冊なんであの私みたいな完全な素人が楽しめるレベルの 本なんだよねあとはこ,うこ,うこれも同じニュートンの別冊なんだけど虚虚、えー、数数ってていいううのを、まあ、あの改めても,うもう1回勉強するぞみたいなねそれからさあの私は以前あのでっかいモーターサイクルとかも乗ってたんでこれはあのライダーズクラブライクラなんだけどえっとね、えー、これは4月号だから2ヶ月ぐらい前に出たやつかな昔のバイクと今のバイク乗り方は変わるって。 で、あの昔のバイクっていうのがまさにあの私が、えー、大きいバイク乗ってた頃のバイクと今のバイクどう違うかみたいな特集なんなんですよ。バイクってのはね、あの今と昔でもうねめちゃめちゃ違う。私が乗ってた頃のあの私がターボバイク乗ってた頃のバイクっていうのはねフレームがグニャングニャンなのね。で、あのグニャングニャっていうか剛性が低い。剛性が低いから高速でコーナー曲がるともう。 完全に車体がこうう,うねうねしちゃってるのよ車体だけじゃなくてフォ,フォークとかねああいうところなんかも剛性が低くてその合成が低い前提でこう乗ってるわけもうたわむという前提の状態でこうコーナーをこう曲がってるわけですよ。だけど今の最新のっていうのは今のじゃないなあのね1990年代ぐらいから剛性がグッと上がって。 で私が乗ってた80年代ぐらいのモーターサイクルとはもうまるで違ってであのその90年代ぐらいのからさらに今のっていうのはもうまた合成が1.5倍ぐらいまで上がっちゃってるそうですすんごい勢いで合成が上がってんのつ,つまりがどうやろうがあのピタリとこう動かないんだよね全体の合成ががっちりしてるもんだから動かない動かないで動いてるのはサスペンションだけサスペンションが所定の動きだけを こうしていてでなおかつあの,のによってはあの電子デバイスで制御までしてるもんだからある意味つまんない <laughs> つまんない、ね、あのスッスッとこう思った通りに走るんでつまんないっちゃつまんないで私が乗った頃のぐにゃんぐにゃんなのはぐにゃんぐにゃんなのを自分で制御してるもんだから、えー、とある意味不安定ある意味面白いんだよね乗りこなせると面白い。うん というのが、あのと、というのを今更こう勉強してる。で、これはまあ4月号だから多分2月終わりとかに出たのかな。2月だとまだコロナ騒ぎ大したことなかったじゃない。だから、買ったまんまね、ずっと掘りっぱなしで見てなかったんだよ。で、それを、あの、今更、今更こうじっくり読んで、おー、おー、みたいなことやってるわけだ。で、おー、とかやってて。で、こういうの見てると、上なんかも、 前と違うんだよね。私が知ってる頃のウェアと違ってて、プロテクターなんかも見てるとあのすごい進化しているわけで、あのモーターサイクルは今ごく普通にプロテクターっていうのをつけるらしいのよ。特に胸部、胸のあたりをぶつけて死ぬ例が多いらしくて、ああそうなのかっていうのを例、ね、<laughs> 浦島太郎状態でこういうのを見てます。まああのこれもあのツイッターとかで言ってるあの。 映画なんかを、うん、じっくり見るっていうのをやってます。あの普段だと、いや、これだけは見たいなって映画しか見ないもんだから、えー、今はね、まあ、これは見ても見なくてもいいけど、ちょっと見てみるかって、じっくりこう見てみると、なかなかいいじゃないみたいなのがね、こうあったりして。だから、普段気づかないものに気付かしてもらえる。だから、こういう機会を逃さないようにしてないとあのいけないですね。あとはねアミド 網戸をねこう自宅の網戸をこう張り替えたんだよ <laughs> あの少しペラペラペラってなってたのとあとは全体に薄い汚れててみたいな風になってたのをね自分で少しこしこう張り替えてみたんだ、うん、で張り替えられるのは分かってるわけだよなんでかっていうと私は実家が縦具店をやってたんで私が近中の頃ね網戸やってたのこうやって夏になると。 で、で夏にななななるるとととんんんんややかっていうとさ、今時そんなことやんないんだよ。昔はね夏になると建具店っていうのは網戸張ってたの自分ところの作業場で。でなんでかっていうとさ昔って貧乏だったから皆さんがね全員が貧乏だったんで家を一気にドーンと建てても網戸入れられなかったんだよ。網戸は夏になったら慌てて買,買うもんだったの。 だから夏、夏前になると網戸の需要がぐっと増えるのよ。だからガキンチョの私が網戸貼ってたのこうやって。四 <laughs> 十何年ぶりにこの網戸っていうのを貼ってみた、うん。まあ、なかなかうまくいきましたね。<laughs> 久々。だから、こ、こういうのもさ、今回の騒ぎがなければ、私はやらなかったかもしれない。あの業者に頼んじゃったかもしれない。自分で、あの、やらなかったかもね。うん、だって。 それさ網買ってあの買ってきてそれでこうやるじゃないやってうまくいかなかったらまた買いに行くとかなんとかしなきゃいけないじゃん面倒くさいじゃん面倒くさいからあの私なんかあの専門のプロに任せちゃおうっていうふうにやるんだけど今回は時間があったんでちょ,っとちょっとやってみて、うん、やってみてああなかなか面白いなみたいなこうど,どうやりゃピンと張るかなっていうのがね昔やってたわけで昔はだ,だって売り物をやってたんだよ 売り物をやってて今度自宅のだから少しいい加減でもいいわけじゃんだけどちゃんとやろうなってこうやってたらなかなかあなかなか難しいなでも小学校の頃自分は商売としてやってたなみたいな <laughs>。というふうにねまあこういろいろやりようはあるやりようはあるからあのー、なんやりようはあるっていうかさ あの自ら率先してこう何かをやっていこうとしないとついダラダラとテレビを見てたりとかネットサーフィンしてるだけであの飽きちゃうじゃないで人間の体ってすぐな,めなまっちゃうんで政府ねなんなりの言い,言いなりになってね家なんかにずっといると体おかしくなっちゃうぜあのステイホームなんてねあのペットみたいなあのホームみたいなハウスみたいなふうに言われてねすごすご犬,犬小屋に入ってるような。 そういういはは私はね <laughs> お断りですだからとにかくあの感染を防ぐようにそれからあのもしも私がコロナだったとしても人にうつさないようにってそこをちゃんと注意してればいいわけであっておななししくく家なんかかにいたらかおかしくなっちゃうよああたあの心も心もそれから体も両方おかしくなっちゃうからあのやるべきことはやって、えー、自分を律した状態は維持しつつ、えー、やりたいことをやる。 っていうのが、うん、私は正しいとあの思いますけどもね。ただひたすら閉じこもらせようっていう人には私はノーというのが妥当じゃないかなって思いますけどね。おとなしく言うことなんか聞いてるとろくなことにならないと思うし、おとなしく言うことを聞いた聞いたとしても言うことを聞かせた連中は何の責任も取りません。これはあの以前の戦争の時だってそうだったでしょ。だから同じ失敗を繰り返す必要がない。好きにやりましょう。